さあこれより第4クォーターに入ります。攻守方向入れ替わり、三重画面向かって左から右に攻める形で、相手陣38ヤードから39ヤードからセカンドダウン7の状況で試合再開です。さあランニング枠25番にボールを託しました。25番相手ディフェンスとすれ違いながら前進図りましたが、しかしゲインはほとんどありません。サードダウンに変わります。キャリア25番は鈴木、富山大学出身のプレイヤーです。三重相手陣38ヤードからサードダウン6、ここでホイッスル。三重ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。タイムアウトは一旦先ほどのハーフタイムでリセットされている状態になっています。したがって双方ともに3回ずつタイムアウトの権利はありました。三重その一つを今ここで消費します。三重後半1回目のタイムアウトを使いました。試合再開です。三重相手陣38ヤードからサードダウン6の状況をどのように攻めるでしょうか。パス不成功。ここでクォーターバック9番ワイドレシーバー81倍のパスでしたが、タイミング合わずパス不成功に終わりました。攻撃権1つ失いましてフォースダウンに入ります。三重相手陣38ヤードフォースダウン6の状況、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。このプレーによって6ヤード前進しないと三重は攻撃権を失います。三重あえてここでギャンブルに出ました。パス不成功。ここで好調なワイドレシーバー81番フルに目がけてのパスでしたが、しかし日光プレッシャーに遭いパスを通すことができませんでした。4回目のプレー失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権変わりまして次は翔英の攻撃に変わります。攻守変わりまして翔英自陣38ヤードからファーストダウンテン。さあ翔英も中央へのランプレーからまずプレーを始めます。キャリア29番、味方ブロッカーを生かし約3ヤードのゲインとしています。キャリア29番は柏原、近畿大学出身。翔英自陣42ヤードからセカンドダウン7。ここで翔英はパスプレーに転じました。しかしこのパスを読んで三重32番がインターセプト。パスを奪い取り攻撃権を奪取しました。攻撃権奪取により三重ターンオーバー。
これにより三重の攻撃に変わります。さあインターセプトにより見事攻撃権を奪取することに成功しました。三重ファイヤーバード、相手陣36ヤードからファーストダウン10。パス不成功、そしてナイスディフェンス。ここで三重一気にロングパスによりこのチャンスをものにしようとしました。ターゲットは好調の81番のフル、しかしこれを翔英3番が見事にパスカットしパス不成功としました。素晴らしい反応でパスを落としましたのは翔英ブレザーズ3番後藤、近畿大学のプレイヤーです。三重相手陣36ヤードからセカンドダウン10。ここで三重リバースプレー、一旦逆サイドにランプレーを展開しようとしてその反対側に走るプレイヤーにボールを持たせました。託されました80番、素晴らしいタックルを受けながら素晴らしいオープンへの展開で約6ヤードのゲインとしています。キャリアになりましたのはタイトエンド80番の桐山、大阪市立大学出身。三重相手陣、失礼しました、相手陣30ヤードからサードダウン4、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新まで残り4ヤード。さあ中央へのランプレーを選択しました。キャリア25番、中央突破を図りましたがゲインは2ヤード、フォースダウンに変わります。三重相手陣28ヤードでフォースダウン2、プレーを選択します。ギャンブル、この残り2ヤードの攻撃権更新にあえてプレーで選択を決めました。フォースダウンギャンブル。ここでスナップミス、クォーターバックに手渡そうとしましたがこの時にボールがファンブル、抑えましたがしたがって前進はしておりません。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。三重惜しいチャンスでしたがこれを決めることはできませんでした。逆に言いますと翔英見事なディフェンスによってこの攻撃をしのぎました。攻守変わりまして翔英の攻撃となります。翔英自陣20ヤード、自陣30ヤードからファーストダウン10。ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。キャリア33番、相手の裏を突くように約4ヤードのゲインとしています。翔英自陣34ヤードからセカンドダウン6。不成功。ここで翔英クォーターバック2番プレッシャー浴びながらロングパス、一気にエンドゾーンを落としれんかとするロングパスをターゲット6番に投じましたがこのパスは通らずパス不成功となりました。攻撃権を結果1つ失いましてサードダウンとなります。しかし素晴らしい判断によるロングパスでした。TM 様メッセージありがとうございます。三重ここ一番踏ん張っております。
現在攻撃は翔英が行っておりますが、ディフェンスでこのビッグプレーが出るでしょうか。ビッグプレーファーストクォーターバック2番ロングパスを投じようと身構えましたが、プレッシャーをかわしつつ左にスクランブル、タックルありましたがさらに粘り、そこから大きく前進、ファーストダウンとしました。素晴らしい走りを見せましたのは翔英ブリザーズ2番クォーターバックの山西、近畿大学出身のプレーヤーです。ここでホイッスルです。ここで負傷者発生によるレフリータイムアウトが取られています。先ほどのプレー、相当ディフェンス側にも消耗が激しいプレーでした。長時間にわたるパスカバー、そして相手ディフェンスを追いかけるパスラッシュ、オフェンスにとっても負担が大きいプレーでしたが、同時にディフェンスにとってもかなりの疲弊を強いたようです。さあ試合再開となります。翔英ファーストダウン10、現在スコア表示が止まっておりますが、設定設営の関係で少々止まっております。再設定を試みますので少々お待ちください。セカンドなので、さあクォーターバックパスを投じました。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック2番一気にプレッシャー浴びながらロングパス、左に流れてワイドレシーバー6番へエンドゾーンへのパスを投じ、これを26番見事にキャッチしまして、タッチダウン。翔英6点獲得です。そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。このトライフォーポイント失敗となりまして6点止まり、翔英ブレザーズ25点、三重ファイヤーバード0点となっています。
長英、先ほどタッチダウンを上げることに成功し、さらにリードを広げました。試合時間残り1分55秒となっています。長英キックオフ。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバック。タッチバックとなった場合は相手チーム三重の自陣25ヤードからの攻撃と変わります。三重自陣25ヤードからファーストダウン10。試合時間は残り1分55秒です。パス不成功。クォーターバック9番、ここでタイトエンド80番へのロングパスでしたが、このパスはオーバースローとなりパス不成功に終わっています。ダウン1つ進みましてセカンドダウンに変わります。パス成功。今度はタイトエンドの短いパスを通しました。28番密集点でありながら、しかしこれを取りまして約3ヤードのゲインと書いています。しかし中で止められた形なので時計が回り続けます。勇敢にこのパスをキャッチしましたのはタイトエンド28番夏目、愛知学院大学出身、チームの副キャプテンを務めています。さあ三重サードダウン7。インターセプト。ここで三重はパスを投じましたが、このパスを翔英がパスチップ。その浮いたボールを見事に翔英22番がキャッチしまして、インターセプトとしました。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。翔英相手陣37ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ナニ枠29番ハンドオフを託され、右オープンにカットバック。鮮やかなステップワークで三重ディフェンス陣を翻弄して攻撃権更新です。ファーストラン。翔英ファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック2番、一気にエンドゾーンを狙わんとする中央付近への深いパス。ターゲット6番でしたが、このパスはわずかにショートしパス不成功に終わっています。翔英セカンドダウン10。
さあオプションプレーを展開しました。これによって右オープンを展開し約4ヤードのゲインとしています。さあ正英セカンドダウン6、パス不成功。ここでエンドゾーンへのパスを投じました。クォーターバック2番でしたが、しかしこのパス通らず、パス不成功でした。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、ショーエーブレザーズ25点、三重ファイヤーバード0点でショーエーブレザーズの勝利となりました。しかし随所に素晴らしいプレーが見えました。ナイスゲームでした。戦いでした。三重も可兵ながら素晴らしい戦いだったと思います。応援よろしくお願いします。お願いします。両チームナイスゲームでした。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名をとどろかせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、この配信は一旦ここで終えさせていただきます。この配信は X3 全13チームの協賛企画によって実現いたしました。画面にありました方々、そして各チームの協賛によりまして、この配信は成り立っております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。その配信を今回受け止まらせていただきましたのは、私道楽やりちゃです。いただいた点は多々あったと思いますが、皆様のお眼鏡にかないましたら幸いに思います。長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。それでは失礼いたします。